カーコレクションは株式会社トミーテックが生産発売していたブラインドパッケージによる鉄道模型の上傾用アクセサリー向けの乗用車ライト版、小型および中型トラックの縮尺1150の模型である。本校では16番ゲージのアクセサリーに類する縮尺180のモデルカーコレクション80についても記述する。 同社のジオラマコレクションシリーズの第2弾である。ブラインドパッケージ方式で発売されており、一箱に2台、封入されていた。通常シリーズの他に、細部の装飾を細密化、オープンパッケージとしたカーコレクション HG シリーズも発売されている。最近では、過去に発売された車種を再選定して4台にまとめた基本セットも発売されていた。 車種の選定は1960年代、2010年代と幅広く、中にはミニカーかもされないマイナーな車種、グレードが選定されることもあった。旧型車に関しては、同社が発売している、縮尺1、64ブランドのトミカリミテッドヴィンテージと設計図面を共用している。ほか、その他の車種では、親会社のタカラトミーが発売しているガングトミカと共通するものが多い。 かつて宝から縮尺1、80のモデルが発売されていたが、カーコレクション80との関連性はない。レギュラーシリーズは2013年3月以降出さなくなり、基本セットも2019年に発売された O2 が最後となっている。2004年10月発売。1960年代の女王用車を模型化している。2005年3月発売。 1980年代初頭の乗用車を模型化している。2006年7月発売。フェアレディ Z ヒストリーの副題があり、同車種の歴代モデルを模型化している。2007年2月発売。1960年代編の副題がある。下記の4車種が模型化されている。2008年1月発売。小型トラックなどの商用車を製品化。 一箱あたりの封入台数が3台から2台に変更されている。2008年9月発売。コンパクトカー編の副題がある。大手自動車メーカー各社の主力コンパクトカーを製品化。2009年6月発売。新旧の商用版、軽トラックを製品化。2009年10月発売。ミニ版編の副題がある。大手自動車メーカー各社で人気を博したミニ版を。 製品化。2010年2月発売。イニシエの商用車編の副題がある。1960年代に登場した商用車を製品化。2010年5月発売。新旧高級セダン編の副題がある。1960年代と現代のセダンを製品化。2010年8月発売。思い出の街角編の副題がある。2010年11月発売。 現代の街角編の副題がある。2011年2月発売。70年代の街並み編の副題がある。2011年6月発売。近年の軽自動車編の副題がある。2012年3月発売。現代の街角編の副題がある。2013年3月発売。2005年3月発売。2006年3月発売。2006年,月2006年12月発売。 スカイラインヒストリー1の副題があり、同車種の歴代モデルから下記4車種の模型化。2007年3月発売。スカイラインヒストリー2の副題があり、6代目 R30 型を模型化している。2007年11月発売。働く車の副題があり、トラックやタクシーなどを製品化。下記の4種類を模型化。2008年12月発売。歴代クラウンのがあり、 トヨタクラウンなどを製品化、下記の4種類を模型化、2009年発売、第1弾の4車種をベースにしている。ありがとうございます。